平洋戦争でやろうとしたことは今考えると良くない。すべての国の価値観を、文化を、日本の、それ、に統一してしまおうとした、世界日本化計画。そこまでは、言ってない、単にアジアだけだ。大東亜共栄圏、似たような話だ。独裁性への強い追求がある。そういうのは良くない。他国には他国の価値観があって。外国なら売れるものが日本では売れないことは往々にしてある。市場管理者には仕事がある。国民性の機関であって、ともかく世界で売ろうとしたら、考えられる国の市場管理者、そのすべての同意、それが得られるところ、のみ、をネタにするしかない、感じ。その時、自分は良いと思う、部分にダメが出る、それは結構よくある。企画書が、ストリードが、そこに十分な吟味を行っても各側に永久の能力がないと。